2021年10月の29日金曜日の雑談配信です。グレンダイザーがゲーム化されるというのでびっくりしました。一応テイザームービー見てきたんだけど、ただただ黄色いタイトルでグレンダイザーって出るだけの60秒の、テイザーだったんで、まあ、近々なんかゲーム動画が上がるらしいです。でこれが、プレステ5、プレステ4、Xbox、PC 版、任天堂スイッチとあらゆるプラットフォームで出るんだぜっていうことらしいです。まあこれに色めき立ってんのはおそらく50代60代のおじいちゃんだとは思うんですけど、まあ僕もご多分に漏れず嬉しくなりましたね。あと意外だったのがこれをこのゲームをフランスのゲームメーカーが作るってことで、なんつったらいいのかな、永井豪は自分の作品っていうのを日本の会社には、まあ、安売りするというかどうぞどうぞつって作らせるんだけど、あんまり海外のものには海外からのアクションには割と堅くなに断ってたという背景があります。それはもちろんその日本でしか通じない文化で、作ってるっていうのも永井豪も重々承知してるし、どんなに人気があるって言ってもはいどうぞとはやらないわけです。それがすなわちデビルマンの映画化にあたって永井豪がコメントしてたね、すごい声はかかってたんだけど絶対にイエスと言わなかったと。なぜならこれは日本のコンテンツだから日本で映画化しなければいけないって言って、それであんなデビルマンができたわけだけどだからまずこのニュースを聞いてびっくりしたのは、よく永井豪ダイナミックプロがこのゲームをOKするなと思ってね。初見ですがグレンダイザーゲーム化するんですか？するんです。しかもこれが海外のメーカーがゲーム化するっていうんでね、より驚いてます。バンダイとかじゃねえんだと思って だから今その話をしてんだけど、長い号はそういった意味で許可を出さない人なんだよね。海外のそのゲーム化するにしても映像化するにしても海外には安売りしないっていう立ち位置を取ってたんですが、まあそれが、まあ、10年20年経ってるんでちょっと心変わりもしたのかなとも思いつつ、まあこれはフランスの作る人にとっては幸せなことだし、今までねファンムービーぐらいしか作られなかったわけですから、良いなと思うことが反面、あとはこれはむしろ日本のゲームメーカーだとスーパーロボット対戦ぐらいでしか出番がなかったロボットでもあるので、で僕はマジンガー Z よりもグレンダイザーの方が実は好きだったりするんで、今まで割と冷遇されてた日本の中でも、マジンガー Z が出てくるからグレンダイザーはあんまり出番がないとかね、ガイキングがリメイクされたのにグレンダイザーはリメイクされないとか、近年だとマジンガー Z インフィニティとかね、マジンガーはあんなにお金かけて映画になるのにグレンダイザーはと思ってたので、非常に嬉しく思っております。で一応プロモーションの写真見た感じだと、もうそのまんま昔のフォルムのまんま何もアレンジせずに、やると、だから丸っこい、鉄人28号から続くデザインのまんま、やります。やってくれるのが嬉しいですね。だから敵のモデルもそのまんまだし、これは逆に言うと日本だとどうしたって現代風にしようっつってアレンジする、まあそれのいい例なのか悪い例なのか、マジンガー Z インフィニティのデザインがね賛否両論だったやつがあるわけで、ゲッターロボもしょっちゅうやるのにね、そうだね、ゲッターロボアークやってましたね。あれほんとすごかったね、ゲッターロボアークね、漫画で打ち切りになったところまでしかやらないっていう俺たちの戦いはこれからだっつって終わるのすげえなと思いましたけど、まあ余計な手を加えないのは本当すごいなと思いました。まあそんな中で、このマジンガー Z3 兄弟の中のグレンダイザー、も
これは僕もおもちゃね、子供の時持ってて、あのアニメで見るとね、この UFO と合体したこのグレンダイザーがダサいんだけど、これでもすごい遊んでましたね。つけたり外したりとかで、そグレンダイザーの両腕がなくなっちゃって、結局もうあのままどこ行ったか分かんないですけど、長い号は終わらせられない人なので、まさにそうですね。まあでも日本の一時代を作った70年代からずっとそのアニメだなんだ、ハレンチ学園、デビルマン、あと何、マジンガー Z とかで、マジンガー Z から鋼鉄ジーグからずっとそのいわゆるロボットアニメの礎を築いた人ですよ。鉄人28号からこう受け継いで、あれがなければその後年のゴライオンであるとか、コンバトラー V であるとか、ひいてはガンダムに至るまで、おそらく出なかったであろうというね、功労者であるし、いいなと思ったりとかします。これの発売が2023年に予定されてるということなので、できればですね2023年まで長い号は生きててほしいなといつ死ぬかわかんねえけどね、あの漫画とか書いてんでお元気そうではあるんですが、まだちょっと生きててほしいななんていうふうには思ったりしております。見届けてほしいね、ぜひね。まあまあまあ日本でも大事に されてる人ではあるんですけど、長い子はね、ちょっと今日このニュースは嬉しかったです。まああとはもう日本ではこういうの作られないというか、作ってもそんなに予算かかんないとか安っぽくなったりとか、あ、開発期間がっつり取ってるんですね、だといいですね。ただキャラゲーはクソゲーですんで、まあクソゲーでもいいやと思って喜んでるのが今です。なんだかんだ言ってキャラゲーだからね。でそのフランスの人が作るってことはさ、ボイスが入ったとしてもさ、日本の声優にまで気使ったりとかはしないだろうから、そのローカライズされる時とかにどうなるかとか、まあそういう心配はあったりとかします。あとは海外の方だとカットされてるシーンとかも当たり、カットされてるのが当たり前だからこっちとしてはこうだろうっていうのがね、あのないっていうね、とかもあるんじゃないかなとは思いますけど、まあでもやっぱそのグレンダイザーの写真見て思いました。やっぱデザインが素晴らしいと。このマジンガー Z からもちろんその体丸っこいしね、なんか円柱がこうくっついたような手足をしてるわけだけど、その中にあってさ、このマジンガー Z が受けてるから、このマジンガー Z のラインでいこう、まあ鋼鉄ジークとかがそうなんだけど、言ってる中でこの顔にさ、グレンダイザーの顔に至るというのがね、すごいなと思いますよ。もう基本的なものは一緒、トリコロールカラーにブラックが入ってという、調合金にしやすくてということではあるんだけど、やっぱデザインがね、3体目ともなると洗練されるというか、全く別物になるというのも素晴らしいなと思った次第です。日本だと本当になぜ人気がないのかというか、まあマジンガー Z が初代であるわけですから、初代が人気あるのはしょうがないんだけど、なんかそんな気がいたしました。もちろんそのグレンダイザーからグレンラガンは来てるわけだし、名前ね、名前の継承としてね、いろいろ伝わってくるものがある。あとはそのなんだ、全然ちょっと話が映画の方に行っちゃうんだけど、あのパシフィックリムをさ、もう10年ぐらい前ですか、パシフィックリム、ロバート・ゼメキスじゃなくて、監督の名前が今飛んだな、まあそのハリウッドで映画化されるロボットものっていうので僕らは喜んだわけだけど、本当は僕らで作んなきゃいけないんだよなとはやっぱ思います。日本産のものなんだから日本で、作るのがやっぱ筋だろうというふうに思ったりとかします。私はこの腕の袖がペロンってなってるのに衝撃を受けた。そうなんですよ、
これおもちゃでなくした腕ですけど、なんかでもちょっと今これ書きながら思ったけど、イギリスの国旗っぽいなとも思ったし、この腕の感じもちょっと海外受けするとこなのかなと思いましたね。この冒険感もいいし、そのまとまりもいいっていうのでね、書きづらいんですけどいいなと思いましたよ。あと地味にいいなと思ったのは、股間のところについてる赤い V ラインとかね、これが印象的で本当かっこいいなと思いますね。グレンダイザーじゃないや、マジンガーとかは黒パンツで、グレートマジンガーも黒パンツみたいな腰元なんだけど、そこにもちょっとおしゃれ入れてたりとかいうのは素晴らしいと思いました。あとなんでこんなにグレンダイザー違ってんのかなと思ってちょっと調べたら、あのアニメの制作スタッフの作画班がですね、入れ替わってるんだね、グレンダイザーの時に。あのキャラクターデザインにもう死んじゃったアニメーターなんですけど、セイントセイヤとか花の子ルンルンとかのキャラクターデザインを担当した荒木慎吾さんが入って、それでその絵柄がちょっと変わったっていう、それも一個あんのかなと。古臭いその空手バカ一代とか巨人の星みたいなアニメ、まあ妖怪人間ベムでもいいんですけど、ちょっとこう太い線の荒々しい絵だったものが、このグレンダイザーから洗練されてきてんですよね。この何年か後にはガンダムも生まれるわけですけど、このアニメ界の中で今のアニメに通ずるルーツというのが出てくるっていう、これちょっと歴史的に見て面白いなと思いました。でやっぱキャラがね、そのデューク統合じゃなくて、主人公の見た目にしても、あの兜浩二の変なヘルメットとかじゃなくて、ちょっと洗練されてるんですよ。ジークブリードだっけ、デュークブリードか。素直にかっこいい。グレンダイザーは人物画がかっこいいです。だから ここでアニメスタッフがちょっと新しい人入れてるんですよ。絵が上手い人っていうので荒木慎吾が入るというね。へーと思ってね。だから本当にこのグレンダイザーというのは、その昔のアニメから今のアニメに至るまで内部的にあの変革が起こってるというか、新しい絵を描く人が入ってきてるっていう段階なんだね。この何年後かにはまた荒木慎吾でウィキペディアを調べると、本当担当した、まあ、後半セイントセイヤしか書いてないんだけど、キューティーハニーのキャラデザもやってるし、魔女っ子メグちゃんもそうなんですよ。だから僕は魔法少女の中でその花の子ルンルンも好きなんだけど、魔女っ子メグはっていうのがあれが一番可愛いなと思ってたんだけど、そのアッコちゃんとか秘密のアッコちゃんとかからこう続くんだけど、なるほどなと思いましたね。あとベルサイユのバラのキャラクターデザインであるとか、ガラスの仮面とかのキャラクターデザインもやってますね。まあ本当に絵が上手い人でありました。そういうのも気づいたりとかして、そういうのがまたゲームになるんだと。まあアニメをベースにしてアニメの40何話の話をやってくれるんであれば、もうこれはもうあれですよ、 YouTube でも今グレンダイザーちょっと1話と20話とか、ちょっと飛び飛びですけど YouTube で公式で見れたりとかするんで、ぜひ予習をしていただいたりとか、その古いアニメですけど、その古いアニメの中から、今に通ずるものとかも感じていただければな、なんていうふうに、思ったりしました。逆に言うと このグレンダイザーをで一回こう新しいものを作ったわけだけど、ガイキングとか重心サンダーライガーとか、あっちに行くとまたちょっと前時代に戻るっていう面白さもあるんですけど、長い号のデザイン的にね、これは本当に大パーツだなーなんていうふうに思いましたね。ただやっぱりやっぱ海外に作られるっていうのはもう日本のそのクリエイト事情が
もちろんその昔ばっか見ててもしょうがないので古いものに固執しない方がいいと思うんだけど、こういうのになんないし、どうせクソゲーになるしっていうので、タツノコは頑張ってゲーム作ってますけど、なんかその辺もいろいろ思うところがあったりとかします。まあとにかく楽しみだね。来年まで生きる目標がちょっとグレンダイザーグレンダイザーは定価で買っちゃうんだろうな、これな、いいねで買ってしまいそうな僕がいます。まあそんぐらいやっぱちょっと好きだね、マジンガーとかに比べて。でさ、僕は思うわけですよ、その日本はですね、ザブングルをですねゲーム化してもう海外のさ、フランスがさグレンダイザー作るんだよ、じゃあもう日本は今まで培ったイデオンでもいいよでも僕は個人的にザブングルとかダグラムとか、あの辺をさ本気でダグラムのシミュレーションゲーム作ってみたとかさ、本気でザブングルのアクションゲーム作ってみたとかさ、やればいいのにってちょっと思います。まあこういうのプレイステーションの時代とかにちょろっと出たりとかしたんですけど、今の技術力でちょっと遊んでみたいね、こういうの。日本は本当、そうダグラム40周年そうなんですよ、ダグラム本当いいよ。ダグラムとザグンブルはその今流行ってるロボットアニメとは違う系統のそのロボットアニメとしてね、あとレイズナーでもいいですけどあの辺は持ってきてほしいなと思います。ザブングルとかね、これザブングルは他の国で愛されてないから日本でしか、日本のごく一部でしか愛されてないゲームだけど、でもザブングルの世界観とかは手垢もついてないし、そうだ当時そうでしたね。だからサンライズも勝負かけてたんだけど受けなかったんだよザブングルは。ダンバインとかね、なんかその辺ちょっともったいないよね。ガンダムしか日本の中では受け入れられないっていう土壌がちょっと嫌だなとやっぱり思ったりとかします。まあとはいえこれは古いコンテンツなんで、なんて言ったらいいの、今の人たちは今の新しいロボットゲームを作ってるので、ザブングルグラフティーっつってね割と本気で書いてよいしょ、配信前にだから1時間ぐらいこれ書いてましてオープニングの僕の一番好きなシーンを違う角度で、書いたわけですけどね、いいよねザブングルは。ボトムズはゲーム化されてるんですよ、ある意味そのコアなファンと作りたい制作者がいるから。宝がトランスフォーマーザムービーを日本で本気でやってたら、いやーどうだろう、そのトランスフォーマーは一応世界でも受けて逆輸入という形で日本に来たし、一応日本制作でそのトランスフォーマーのブームを受けて、そのなんだっけオプティマラディマスだっけ、コンボイ総司令官じゃない人がリーダーになるやつを日本で頑張って放映してましたけど、あんまりやっぱ受けが良くなかったんじゃないのかなと思います。でも、そうロディマスプライム、そう、ね、あれ映画化になったけどあんまお客さん入ってなかったもんね。でその後にスティーブン・スピルバーグが実写化でさ、あれ日本未放映なのかごめんね、その僕どっかで多分見たんだと思うんですけど、インターネットでもどっかで見たんだと思うんですけど、その後にスピルバーグが主導でトランスフォーマーの映画が出来上がったりとかして、で日本でも公開されたりとかしたけど、海外ほどやっぱりその受けが良くないんだよねトランスフォーマーね。だからまあ方針としては別に日本でやらなくてもいいってい う判断になったんじゃないかなと思います。
あとはね、あの一応ね面白いことやってんなと思うんだ、トランスフォーマーも。その昔は車にしかトランスフォームしなかったのが、そのゴリラとかになる CG アニメのやつもあったし、あとおもちゃだけの展開でいうとスニーカーからトランスフォームしてロボットになるっていうやつもあったりとか、ああいうの、まあ、アイディアとして面白いよななんていうふうには見てます。日本あんまそういうの受けないね。受けないというか、流行っても流行る時期がすごい短い。今ふっと思ったのは、あの人差し指と親指でつまんでくるくるって回すやつ、小学生がすげえやってたやつ、あれ今誰も遊んでないし流行ってないわけでしょ。1年ぐらいでああいうのなくなっちゃうわけだから、あれ名前なんつっちゃったっけな、永遠に回り続けるやつあ、コラボ企画でありましたね。 あれコラボ企画なんだね。ナイキかなんかのコラボなんでしょうかね。だからトミーは、あとコンボイの謎の失敗もあるのかな。そうそうハンドスピナー、そう名前そうですよとかね。だから日本だとやっぱ長く愛されるのはなかなか難しいのかななんて思ったりします。あとは今僕が注目してんのは、子供のおもちゃだとボトルマンとかね。ボトルマン流行ればいいんだけど、なかなか流行らない。あれお母さんに怒られるんだろうね。ボトルキャップをただこう飛ばす機械なんだけどさ、昔ビー玉飛ばすビーダマンズのがあったんだけど、あれの、ボトルキャップ版みたいなのがあるんだけど、あれ流行んないですね。とか、だからなかなか難しいんでしょう、トランスフォーマーを流行らせるとかいうこと自体も。ね、なんだろう、やっぱり人が面白いとかっていったものが受けるから、日本だと子供や親の内がちなので怒られちゃうんだね。もうダメだ、買ってあげないってなるんだね。ボトルマンはちょっと今注目してます。だから逆に言うと、まあ、今ロボットアニメの話とかしてますけど、もう子供は ロボットアニメを見なくなった。だからスーパーヒーロー戦隊でね、ロボットになるとかさ、巨大ロボット出るとかっていうぐらいの印象で、サンライズもロボットアニメ毎年やるのやめちゃったし、あ、シンカリオンがあるね。あ、そうだ、だけどシンカリオンって今メーテルが出たりとかエヴァンゲリオンが出たりとかして大人のおもちゃになってんだろうと思ったりとかしてますけど、メーテル出すのはないんじゃないのと思いましたけど、あ、今シンカリオンがあるのか。まあそれはそれでいいですよね。あれは本当いいアニメだと思います。そっか、まだシンカリオンがあるんだね。今はほらお子さんが見るやつは割とそのカードゲームのアニメの方が多いのかなと思って、子供向けでね、遊戯王から始まってずっとその何かしらのカードゲームで、コロコロコミックなんか読むと、なんだっけ、マジカパーティーじゃなくて、なんか頭に DR とかっていう印が入ってる子が主人公のアニメとかやってたりとかするんで、エヴァ新幹線は転売屋の餌食ですよ。あ、そうなんだ、みんな欲しいんだね。あ、子供のために買ってあげたいってなると、ここ転売屋からでも買わなきゃって思う人もいるのかもしれない。なかなかどうして、いや、割と僕は今子供がロボットアニメ離れしてんのかななんていうには思います。それは選択肢が多いから、ポケモン見ててもいいし何見ててもいいっていうことだとは思うんですけど、だから30代以上ぐらいか、あのスーパーロボットとして、そのなんだっけ、勇者王とかさ、キティちゃんの新幹線は転売屋の餌食になってないそうなんだやっぱ男の子が買うのかな、シンカリオンはな。なるほどね、なんかそんな風にちょっと思いますね。ちょっと夢だね。ザブングルとダグラムのゲーム出たらすげえ楽しいだろうなとは思うんだけど、クソゲーになるだろうなと思うんだけど、当時の声優もね声出せなくなってると思うし、
思うけど、ちょっとザブングル遊んでみたいな。グレンダイザーが出てくれんだったらザブングルやろうよっていうのはとてもあります。サンライズはもうガンダム1本に絞っちゃったのが悲しい。あ、そういえばサンライズで言うとカーボーイビバップ、ネットフリックスのカーボーイビバップ、あれ実写版がどうだっつって出ましたけど、一切こう響いてないね、みんなの中にね。ダグラムは政治パート入れてほしい。ああ、そう、今の時代だったら より面白いだろうな、ダグラムはな、って思うんですよね。あとロボットかっこいいしね、ダグラムのロボットは。そのパイロットが見えるっていうのがとてもいいと思うんですよ。あのスケールのロボットアニメはもっとあっていいと思います。近いので言うと、もうキサラギだかガラサキだかっていう、ね、2,3 メートルの機動型ロボットの話なんてあんまないのでね、みんな10メートル20メートル超えのロボットになっちゃうんで、ちょっとスケールダウンしたやつの方が面白いだろうなと思うんですけど、あんまみんなその辺はこだわらない。あとね、グレンラガンみたいにバカでっかく銀河レベルにでっかくなっちゃうとかするんで、まあしょうがないかなと思ったりはしました。まあそんな感じです。24部隊がテロイヤが熱いからってコックピットバカバカしてる。だからそういうシーンが作れちゃうわけですよ。今はもうそのね、まあロボットもの作るときは実際に乗ると振動がひどくて酔っちゃうとかさ、いろんなことがある。でそれを解決したのがエヴァンゲリオンの LCL っていう液体の中に入れて振動とか衝撃とかに対してのアイディアというものができて、で大体みんなその辺に行っちゃうわけですけど、そうじゃない、やっぱりそのコックピットから熱いっつっていや、それこそが良きだなと思ったりとかする。完璧なそのエアコンが入って、ね、空調完備の、ロボットより そんなものの方がなんか平気っぽいしいいなと思ったりしますね。ああだからそのエアコンが完備されてるロボットものっつうとダンクーガとかな、ダンクーガなんか変な盛り上がり方とかしてるし、僕はオタク臭くて好きじゃないんですけど、よいしょ、まあそんな感じでいろいろ日本には面白ロボットものとかがたくさんあるし、今もそのレベル5がね、懐かしロボットのアニメやってますけど、ね、まあ今の人は今の人で挑戦してるからいいのかななんていうふうに、今だと作眼とかもありますね。今はメインキャラしかまともに動かない。そうなんだよ。だから78、あでもほら86だっけ、86とかっていうあの多脚型戦車に乗る人たちの話は登場人物は多いですね。あれ話好きじゃないんだけど、まあ、今の作品は今のやっぱ温度で作られているんでしょう。殺し合いとか人が死んだ方がいいっていうようなストーリーが多いけど、なかなか難しいですね、そういうので言うとね。でもちょっとグレンダイザーだけで満足しておいた方がいいのかなとは思います。あと海外がの人が作ったらちょっと許せるっていうのもあるしね。ああ今流行ってるリアル殺し合いみたいなやつね、まあ、戦場で戦うから死んじゃうからしょうがないんだけど僕はそこに いわゆる今風のテンプレートが入ってしまうのが、なんとかなのじゃっていうロリババアがいたりとか、あっちの方が苦手だったりとかします。まあそんな今のアニメが苦手だって言ってる人が今からですね、バイオレットエヴァーガーデンをちょっと書いて、バイオレットエヴァーガーデンの話をちょっとします。まあ僕の話はあんまりそのバイオレットエヴァーガーデン好きじゃないですっていうのが基本なので、まあ、絵は綺麗なのはわかるし、話まあなんだろうね、くどいけど
まあ見やすくもあるかとは思ったりとかするんで、まあそれはそれでいいかなとは思うんですけど、バイオレットはで金曜ロードショーで今回やる話はですね、やっぱりですね、葉っぱの上に乗る話をやるらしいんですよ。湖の上でその絵本作家だっけかな、なんか子供向けの童話かなんか書いてる人のお世話をするというので、何週間かその湖畔の別荘に、いてなんかお世話をするというのをやるんだけど、そこでこうね、作家の先生は子供を亡くしてんだよね。女の子を亡くしてしまっていて、でその亡くした女の子の面影をバイオレットちゃんに、重ねて見てしまう。でそのバイオレットちゃんが一応けなげにその依頼人の望みを叶えてあげようとするその姿を見て、またこう前向きに生きようという気持ちを取り戻す、これが名作だって言われて、名作かと思ったんだけど、僕はあんま好きじゃないんだけど、まあでも誰もが夢に見るその夢のメイドというか夢のご奉仕人というか、その姿がこれなんであろうなと。その子は過去にとても悲しい過去を持っていて、両手はこう義手になって、金属の義手になっていてという、そのかわいそうぶりも含めて、みんな喜んで見てんだろうななんていうふうに思ったりとかして、その中で泣けるアニメナンバーワンとか言われてるからさ、どうなのって思ったりとかします。色を取ってこよう。これを金曜ロードショーで今日やるらしいんだ。特別編集版なんで、まあ見た人も見るだろうし、むしろ自分の娘を重ねるほど機械人形との差異が際立って、娘はもういないんだって再認識して前に進むとかじゃないのかな、かもしれないですね。まあとにかく作家先生がそれまで自堕落な生活をしてたんだけど、ちゃんとするっつって、物語をちゃんと書くっつっていうところで収まりがついてるっていう、バイオレットエバーガーデン、ウに点々が多いな。まあこの子は感情がないまんま引き取られたかわいそうな子で、戦争しか知らないとかね、なんかそんな感じの子らしいんです。でもやっぱ京都アニメーションなだけあって、絵がすごい綺麗で、それはやっぱ、その絵が綺麗というか線が多いんだよね、このバイオレットエヴァーガーデンに関して言えばね。めちゃめちゃその線の数が多い。この数をアニメーションさせんの本当めんどくさいだろうなと思うんだけど、それを京都アニメーションは難なくやってしまう、恐ろしい子って思う感じですね。でもやっぱ、絵はすごく綺麗なんだけど話、まあ、でも今の人たちにはそれくらいの過剰な説明と過剰な音楽と、まあ何でも泣けるアニメとかいうぐらいだから、やっぱいろんなものが過剰なんだと思うんですけどね。まあでもそれが今受け入れられてたりとか、そうじゃないともう心が動かないとかに人はなってしまってるかもしれない。だから昔だったら愛してるの一言で済んだものがさ、愛してるじゃ足りなくなってるとか、そういうことなのではないでしょうかなと思います。まあでも日本の技術力を見せるときに、まあ、浮世絵的な、ね、浮世絵ってものすごい細かい装飾とかされてて、そのデッサンとか狂ってんだけど、その装飾の単美さでこう世界に受けてるわけで、そういったものに近い何かをこのバイオレットエヴァンガーデンからは感じたりとかいたしますね。
極まったなと、京都アニメーションここに極まったなというのはちょっとあったりとかします。まああと京都アニメーションは本当太ももとか、フェティッシュな部分ですね、首筋、うなじ、その手首のこのちょっとボコッとしたところとか、あれをわざと作画に入れたりとかするのもさ、まあ偉いもんだなと思ったりとかいたします。一応ね、たまに行く本屋さん、お目当ての本がない時の最終手段として行く本屋さんに、があるんだけど、そこで原画展やっててさ、まあ、だいぶ前ですけど、もう2年以上前にやってたやつで、ただで見れるっつうんで、じゃあ見ようかっつって見たけど、やっぱ繊細、こんなちっちゃいそのセルに描くあのアニメの用紙、あの用紙がすげえちっちゃいんだよね。それであの細い繊細な線を描いてんだと思って、一枚一枚のその量よと思って、で今はその最初セル画がないからさ、あのその紙に描いたその赤ペンでなんかシャシャって影とか入れただけのやつなんだけど、やっぱ見応えありましたね。それは偉いもんだなと思ったりとかする。だから今の人は本当贅沢病というか、どんどんそうやって綺麗な絵に慣れていく、慣れていって、ちょっとでも作画に手抜かれたりとかすると、もう作画が崩壊したとか言うんだから、すごいなと思ったりとかしますね。あと今日そういう意味では、まあ、見る目が肥えてる人がたくさんいるということでもあるんですが、あのね、あのちょっと政治の話になっちゃうんだけど、あの政治家がこう立候補してて、なんだファーストガンダムが絵が汚くて見られないという人がいる。あ、それはよくわかる。あれはやっぱり僕はもう懐かしいのが半分あるし、当時でこのアイディアとか入れ込んでたんだっていうので、僕は見れたりするんだけど、あれは絵がまあ確かになと思ったりする。でもあれは当時としてはだいぶ画期的な絵ではあるんですよ。ただそのキャラクターデザインしてる、梨本さんじゃなくて、あのガンダムのキャラデザインの人は名前なんつったっけな、安彦さんだ。安彦さんがだけがうまいというか、突出してちょっと時代の先を行ってたわけで、他のアニメーターはそのいわゆる流行で描いてる絵だから、昔の流行が残っちゃってるというか、全部管理しきれないわけですよね、絵を全部直したとしても。だからそれは今流行ってるアニメーションも将来、見れなくなるっていうことだとも思います。この前じゃない、 2,3 日前に多分そんな話をしたと思う。90年代っぽいアニメの絵柄だっつうので何かを喋った気がしたんだけど、忘れた。スタジオピエロかよっていうような話をしたんだけど、あれちょっと忘れましたね。だからまあでも今ガンダムはおそらく富野さんが死んだら、多分池シャーシャーと絵を直したガンダム、リメイクガンダムを出すんだと思います。いろんな解釈とかね、宇宙歴とかもいろいろ改ざんしたもの、あとヒットラーっていう名前とか全部カットするとかね、そういうのがあるんじゃないかなと思います。 CG じゃないんだからガンダムの顔がちょっと伸びたっていいじゃないって思うんですけど、いや、ガンダムの顔自体は確かに、っていうか機動戦士ガンダムでガンダムの絵がちゃんとしてるのって第1話のガンダム第一に立つの顔のアップシーンぐらいじゃないかなと思うんですよ。あとみんなプラモデルで保管してんじゃねえのかなと思うんだけど、それぐらいひどい。でもククルス・ドアンの島もだいぶザクのデザインがひどいとか叩かれてますけど、
なんだろうね、それはもう流行だし、アニメって流行で見るもんだってい う, その見方が一つあるんじゃないかなと思います。まあだけど僕いまだにカウボーイビバップとかは全然見れるけどねと思うんだけど、あれも今の人から見るとちょっと古いとか、まあ当時の癖とか、そのまだセル画だったりとかするんで、その色味だよね。カウボーイビバップは割と影の色味が強いので、そういうのも今の流行りの 絵からするとちょっと違うかもと思われたりとかするかもしれないね。まあやっぱアニメはそういうものですよ。っていうか、あの絵柄が古いって言うんだったら、僕スタジオジブリの作る絵柄ってラピュタの頃から絵古いなって思ってましたからね。ナウシカとか今その時代に流行ってる絵柄とは全く違う、その世界名作劇場とかでやってたハイジの絵柄のまんまずっとジブリはやってたわけで、でもみんなそれは絵が古いとかって言わないで、その素晴らしい素晴らしいっつって見るんだろ、トトロとか今やってても、普通にみんな何の疑問も絵柄が古いなって思いながら見てる人はいないじゃないかなと思ったりとかします。だからその絵柄がダメだっていう人とか絵が古くて読めないっていう人は、本来のアニメの見方とか読み方じゃなくて、やっぱり流行でアニメを見てるってことなんじゃないかなと思ったりとかします。僕はそこが不思議でねいつ見てもその同じ顔だなって、ごめんね、ジブリの絵柄は得意だからちょっと描くけどさ、いつ見てもこんな顔の女の人が出てくるわけですよ。あれに それがつまりその洗脳というかさ、これは素晴らしいもので文句を許さないよっていうものがついちゃうと、まあこれ大塚さんの絵なんだけどね、基本的に。だから未来少年コナンから絵柄が全く変わってないといえば変わってないわけで、これジブリ絵ね。そういや、スタジオジブリのジブリ美術館でドーラの若い頃のフィギュアが出るっつってね、ふざけんなと思いましたね。ブランドしか、そうだから、どんな絵であってもだからガンダムもある意味ブランド的見方も、絵柄が古くて見れないっていう人もいればブランドで見るっていう人もいる。だからその当時を考えれば、さっきグレンダイザーの時も言ったけど、新しいメンバーがその新しいアニメを作ろうとする、新しい絵柄を開発しようとすることの挑戦があるわけだよね。ガンダムはその挑戦が本来は見れるアニメだし、その劇場で絵が直された時のさ、わ本当に直ってるわとか、安彦さんの絵に直されてるっていうのを見るのが楽しいんだけど、僕なんかはね。でも普通の人はそんなのね、その違いを楽しむようなことはないだろうから、あれだと思います。京アニは誰が見ても絵が綺麗だとは思うけど、全てが名作なわけではない。軽音とかねまあ、新しいアニメで僕が京アニで感心したのは、吹奏楽の話、響けユーフォニアムってやつが結構感心しました。あれは本当カルチャーショックだったね。キラキラネームを恥ずかしがる高校生という主人公みどりちゃんの設定は本当にすごいなと思って、親につけられた名前が恥ずかしいっつって、サファイアっていう名前が本名なんだけど、みんな読めなくてあだ名をみどりで呼んでくれっつ、あれ あの話を持ってきたのは京都アニメーションさすがだなと思いましたね。あれは感心した。もうその一点だけで響けユーフォニアムは僕の中では、
ラブライブに喧嘩売ってるのかな。いやいやいや、だからそのなんだろうね、あと心が叫びたがっているんだとかもそうなんだけど、僕が知らないそのもう時代が変化していって家庭の日常が変わっている、ね、みんな当たり前にスマホ持ってたりとかっていう生き方を僕はこう一人暮らしをしてるからわからないわけですよ。その流行とか若者に触れ合うこともまずないので、そうするとその作品化された時に、あ、今こういう時代では離婚が当たり前になってんだとか、一人親が当たり前の世界なんだとか、ね、そのメールとかがこれぐらい浸透してたりとか、若者が携帯手放さない理由みたいなのがアニメに入ってるっていうのがあって、割と京都アニメーションはそういうのをその時代その時代で流行ってるものを取り入れてるとは思います。そういう意味では軽音っていうやつは本当にパラダイスでどこにも存在しない女の子がどこにも存在しない学校でどこにも存在しない軽音部を使って仲やるというね、まあ、そっちの方が男子は見やすいんだろうなとか思ったりとかもします。バイオレット・エヴァーガンデンもそういう意味ではどこにもない世界ですよね。これだから誰かが突っ込んでたけど、この バイオレット・エヴァーガーデンの世界って基本イギリスなんだけど、架空のイギリスでヨーロッパも入ってればスペインも入ってるし、すごいその幕の内弁当化した日本人が考えたそのファンタジーのイギリスなんだよね、こういうの好きなんじゃないのかなと思ったりとかします。だからそういう意味ではバイオレット・エヴァーガーデンは軽音の流れを組む作品と言っても過言ではないのかもしれない。だから そんな感じだね。キラキラネームは今もう当たり前だもんね。レオ君とかもう当たり前にいるし、その漫画のキャラクターの名前をつけましたっていうさ、お前それ動物につけるペットの感覚でやってねえかとかさ思うけど、今の人はもうそれが普通だからしょうがないんだろうなと思ったりとかもしますね。あ、ハルトはわからない、ごめんなさいね。まあでもやっぱり水の表現だったり綺麗だったりはするし、演出として何か奇跡が起きるかもっていうバイオレットが走る時のあれがいいんだろうねとは思ったりとかするけど、僕はだからその一応文句言いながら全話見たんだ。バイオレット・エヴァーガーデンはこの作品はやっぱり好きじゃねえなっつって、戦場にこう飛んでってさ、なんか飛行機の上から落下してさ、わーって落下してこう郵便物届けに行く話とかも見ましたけどね、ずっとそのいない大佐を大佐大佐っていう風に、この子が行く感じ、それをこの子は無垢であるから、そのね、ずっと同じ話をする、そして何もわからない、愛が何かを知りたいの、愛とは愛を知りたいのです。これは本当に無垢なんだよね。無垢の苦、無垢の苦は分かんなくなっちゃった感じかけない、そこなんだろうなと思う。そこにその今例えば感情を思ったように表現できないとか自分で思ってたりとか、コミュニケーションが人とうまく取れないって思ってるような人は特にこのバイオレットちゃんに感情移入する。そしてこの世界に入っているとバイオレットちゃんに対してその周りの人がみんな親切なんだよね当たり前ですけど、当たり前のようにみんな親切に
扱ってくれるから、そこも含めてやっぱり理想化されすぎた世界であって、そこにやはり入り込めないのだなぁなんていうふうには思ったりしますね。それをどれくらいの温度で描くかであるし、ただそれを金曜ロードショーで見る分にはまあ編集もいろいろかかってるし、ストレスもちょっと少ないのかなとは思いますけど、ちょっとあんまり、まあ僕は一度見たんで今日金曜ロードショーは見ないとは思いますけど、見てない方は一回見て、ああこういう作品なんだというふうに思うのも一興かなと思う。全身機械になってしまったゴステロちゃんにみんな優しくしてあげて。ゴステロちゃんって誰？ごめん。R タイプに乗ってる人じゃないよね。誰だゴステロちゃんって。ああごめんね。何でも知ってるようで僕も知らなかったり忘れてたり、言われるとああって思い出す時もあるんだけど、最近は本当に脳みそがダメで、その出てこない、ああああああれゴステロチェ、ゴステロっていうのか、じゃあもうね、マクロスのそのネイチャーじゃなくてプロトカルチャーにも優しくしてあげて、歌だけを届けてその混乱させるのやめてあげて、ごめんなさい。そうね、いた。やっぱもう固有の名前はもう特にレイズナーの話ができることなんかあんまないから忘れちゃってて本当申し訳ないですね。そのね、でも本当その例えば今書いてるバイオレット・エヴァーガーデンのキャラクターでもさ、バイオレットちゃんの名前は知ってんだよ。でももうその上司の名前とか同僚の名前とかお客さんの名前とか覚えてないんだよね。二度と見ねえし大して人とも話せねえからいいやつって最初から覚える気なくてそのやっちゃってるっていう、あれは良くないね、本当ね。我ながら良くないなとは思ってます。ただ本当に使うことないからさ、あと一生懸命勉強しても1年使わないとかね、プログラムの言語とかもそうだけど使わないと忘れちゃうよね、やっぱね。京都アニメーションはまあその有名になったのは春日でしょ。春日だけど僕春日が好きじゃないんだよね、まずね。鈴宮春日はまあみんな驚いたんだろうけど、僕はその僕が、一番その春日の感想の中で納得したのは、あんだこれビューティフルドリーマーじゃんっていう、あのもう世代的にうるせえやつらを知らない人がこれ見て喜んでんじゃんっていう感想を見たと、感想を見たというか聞いた時にあのすごく納得しましたね。ああなるほどなるほど、そうかそうかと、だからルーミック的 SF もしくはまあ押し守る的 SF みたいなものの系譜がしばらく語られなくなった、もしくはまあ押し守るが変化をして書くものが変わってしまったっていう時に、新しいものその受け皿として春日ができたんだっていうね。だから僕春日見ても全然ない、キョンがどうだとか言われてもあれそれ前に見たことあるやつってなっちゃうんで、まあそれはしょうがない、物事は常にそうやって模倣の繰り返しでできているので、だから僕ビューティフルドリーマーも大して面白くない。だってあれもあれはあれで元ネタがあるわけでしょ。それをそのうるせえやつらのキャラを借りて当時のそのまだ頭の足りない押井守が作ったのがビューティフルドリーマーだから、でもあれすごく好きな人がたくさんいるのもよくわかる、学園祭乗りで
あれをこう評価するっていうのはとてもよくわかるんですが、僕はちょっと苦手ではあるね。なんか京都アニメーション でも有名であったり、みんなが、もう声を揃えてこれは名作、素晴らしい、一度は見といた方がいいと声を上げて言うのがおそらく鈴宮春日なのではないかなと。あとはその絵の作画についてほうれい線をちゃんと描いてでも可愛く描けてるとか、その辺があるだろう。あのバニーガールの格好してライブでアーって歌うシーンを見せるところ、まあでもそれも大友さんが昔からやってるしなとか、アキラでもう見たしなとかやっぱ思っちゃったりするんでね、しょうがないね。そのやっぱその時代に生きてて、それがそのうーん衝撃に思える年代っていうのは限られると思うので、まあしょうがないかなと思ったりとかします。あ、もう長く生きてきた弊害ですよ。まあでもこれが何が泣けるのとか言ってたりとかすると仲間外れになるからバイオレットエヴァーガーデン見たら面白かったってこうね、あのすごく感情の伴わない声で面白かったですっていうのがベストなんだろうね。でもやっぱこう今映しててもこれ本当アニメとして質量おかしいよってやっぱ思うもんこんな手間かけて書いてさ動かすの大変じゃんとかさ思うんだけどさ、これを動かすんだよね、この会社はね。バカなんじゃねえかなって頭おかしいっていうその褒め言葉じゃない方の褒め言葉としてさ、やっぱ思いますよ。なんでこんなに緻密に書いちゃうのかなって。それが売りになるし、それを楽しみに見る人がいるから商売としてやってけんだろうけど、押井守は胡蝶の夢に取りつかれているので、でもやっぱブラッドなんとか、なんだっけ、ブラドなんとかっていう押井守の新作アニメーション見たんだけど、あれその裏事情も知ってみるとなおすごくてさ、その押井守が大ファンなその会社の人が全額一社協定で押井守にもう好きなの作ってくださいと、面白くても面白くなくてもいいです、押井さんに作ってほしいんですっていう人が出資してできたアニメなのね、ブラドラブですよ。あれさ、うんこつまんないあ、こら押井はダメになったって言われるわと思ってさ、まあ、ブラドラブ機会があったら1話だけでも見てみるといいですよ。その1話というか一瞬5分ぐらいでも見た方がいい。あ、押井はダメになったんだなっていうのがよくわかるので、あれはひどかったな。だ、好きに作らせるってことは商品にならないものが出来上がるということでもあるんですが、何をもって、その作品が面白いとするかとかいろいろ考えることにはなりますね、ああいうのを見るとね。で、押井守に対してはその僕もトーキングヘッドとか好きだし、そう、立ち食いそば伝説とか、あとアバロンとかさ、まあ、あとパトレイバーもそうだけど、パトレイバー1、2は
割と僕も好きは好きなんだよね。だから、でもあれはまだ商品として作ろうという意思が見えるので、あの商品になってるわけだ、作品になってるわけだけど、その作品にするつもりもないブラドラブは本当にすごい。その押井守がとそのうるせえやつらとかで暴れてた時のその勝手な感じを自分で反芻して作ってるアニメって言ったらいいのかな。おっさんが一人でこう、うん、昔を懐かしんでキャッキャやってる。でそれにアニメスタッフも悪乗りして、その当時はこういうパロディも許されたとかいうことも含めて、いろいろバカやってるっていうね。まあそれを見て懐かしいと思う人もいるんでしょうけど、やっぱごめんなさいね、ガリッつっちゃった、マイクをこすってしまいました。僕はもう押井守ダメになったんだなと思いました。でもみんなが攻殻機動隊とかで元子って言ってる時も別に、僕はその押井組のやることに感心しなかったし、あの今その神山さんっていう人が降格引き継いでやってたりとかね、押井塾でたった一人成功した人ですけど、僕あの人の作る作品も好きじゃないんで、まあ押井守だからしょうがねえかっつって、今やってるムテキングダグラムボトモズの高橋監督だけど、くっそダサい。わかるわかる。僕もその一回だけムテキング見たんだけどさ、テンポ悪いしさ、あれ商品売る気ないからなんだろうね。だから結局そのヤッターマンにしても何にしても、大人が懐かしコンテンツとして作るものってさ、面白くない。帰ってきたウルトラセブンとかもそうだけど、そこにはやっぱり冷静な面が必要になるんじゃない。シン・ゴジラ作れるぐらいの、だから今僕もちょっと楽しみではあるけど怖いのがウルトラマンの劇場化だったり、仮面ライダーのね、あの劇場化だったりとか、あの辺怖かったりとかしますね。というわけで今夜金曜ロードショーで、エヴァガーデンをやります。若いのが頑張ってやってるから見てくれってインタビュー言ってたけど、懐かしくもないし今でもないし、あのね、その結局そのムテキングって何が面白かったかっていうと、そのいわゆる 80s でアメリカに憧れを持ってた時代ですよね。あの洋画がね、3ヶ月とか半年遅れで日本に必ず入ってきて、それがヒットしてっていうのを繰り返して、でそのダンスミュージックは日本でかかってる音楽じゃなくて全部向こうのそのなんだ、レインボーじゃなくて、ごめんね、ボーカルの顔の人しか思い出せなくて申し訳ない。アース&ウィズファイヤー、ちょっとなんか違うぞ、アースウィンドファイヤーとか、あの辺が流行ってるバイオレットさんの隣に書いてすいませんけど、あ、ソウルトレインとかもありましたね、ラジオとかでね。だから その時代にあってさ、そのアニメ会社がさ、そのだからあれ主人公アフロだったりとかもするわけで、あ、アフロじゃねえや、 でもそのいわゆる黒人のローラースケート流行ってるもの全部入れようっつって作って、その結果そのやっぱその主題歌にしてもさ、タタタタタタラタタラタタ、あ、これはキューティーハニーだ。ムテキングはなんだっけ、ローラーヒーロー、ローラーヒーロー、What's your name? パヤパパパヤ、その名はムテキングパヤっていうやつがあるわけでしょ。あれがだから子供ながらにその見てて、そのあ、これアースさんね。あれがかっこよかったわけですよ。だけどその新しいムテキングはかっこよくはない。あ、確かに今のその踊り場というかね、クラブでかかってるあのメローな音楽には違いないんだけど、
あ、アースウィンド&ファイヤーね、ウィズじゃないね、ごめんなさい、ありがとうございます。ね、僕この人たちのセプテンバーって曲すげえ好きなのに、なんて歌う、本当忘れちゃいますね、すみません。だから そういうのが背景にあってムテキングができてる中で、今のダンスシーンとかを本当にアニメの人知ってんのかとか、ムテキングが持ってる魅力って何なのかとか、あとそのタコベーダーすらいないじゃん、あのね、インベーダーが流行ってるから、じゃあタコベーダー入れようっていう、その、バカバカしいノリとか、あとそのおもちゃ売る気もないからロボもかっこよくないしさ、そういうの含めてムテキングだろうと思うんだ。ビジュアルもだけど曲も歌もダサいから、もうどうしようこれ。いやー、もうだから誰に向けて作ってんのかタツノコ毎回わかんないんで、それはもう何十年とタツノコはその破壊拳ポリマーを復活させたりとかする時もそうだろう、その何年前かにそのタツノコヒーローズつってさ、日本版アベンジャーみたいな感じでガッチャマンから破壊拳ポリマーからこう大集合した CG アニメのやつやってただろう、あれ面白くなかっただろう、 だけどタツノコにはそうやってゴールデンでやったマン再、ね、もう一回作り直してやるとかっていう、なぜか知らないけど需要があるので、まあいいのかなと。あれはあれでもうタツノコは完成されてんでしょ、タツノコプロっていうのは。そこで時代が止まってても誰かがタツノコを求めるというか、ヤッターマンのドロンジョ様を常に求めてるとか、そういうものなんじゃないかなと思ったりとかします。黒だこ変身がないムテキングとか何したらいいんだ。だからなんだろうね、あれはもう完全になんだろう、ポケモン見てるみたいな感じになりますね。でもその前に僕も割とタツノコアニメは飛び飛びだけど見てんだけど、そのタイムボカンシリーズリメイクされたの知ってます？夕方の6時ぐらいに何年か前にやってたんだけど、その毎回タイムトラベルしてワシントンとかベートーベンとかにあって歴史をちょっと勉強してっていうやつなんだけど、あれがさ、もう絵柄とかを今風にしましたってんだけど、やっぱおじさんが今風にした感じの絵柄だったりとか、お話がそんなに面白くなかったりとか、親父ギャグが必ず入ってたりとか、それを、じゃあ子供これ本当に見て面白いのかなとか冷静に思ってみるとやっぱ面白くない。だからそのタツノコってのはそういうとこなんじゃないかなと思います。でだけどその IG プロダクションとかさ、プロダクション IG とかさ、タツノコから派生したタツノコ抜けたクリエイターが作るアニメ会社っていいアニメ作るでしょ。だからそういうことなんじゃないかなと思います。今はデガラシが作ってんじゃねえのかなってデガラシだけど需要はあるからさ、その過去の遺産がすごいから、ガッチャマンからずっとね、いやそういうことなんじゃない。だって僕も鉄火マンブレードがじゃあ鉄火マンがもう一回リメイクされるってなったら多分一回は見ると思うんだよね。鉄火マンブレードとかね、リメイクされましたけど、だ常にそうやってアップデートされるんじゃないかなというふうに思います。アップデートというかその出資者がタツノコにこれ作ってっていう。でもなあのムテキングに関しては本当需要がわからない。僕もムテキングが好きだし、そのムテキングはちょっといけないものを見てる感じもあったんだよね。そのちょっと露出もこう女性の露出も高かったりとかするし、あ、鉄火マンからのブレードはきちんとしてた。だってあれ梅津さんだっけ梅沢さんだっけ、ね、超有名アニメーターが作ってますから、そらそうだろうと思ったりとかします。ただあんまり僕鉄火マンブレード好きじゃないんですけど、あとそうね、例えば、まあ、実写映画化されて大こけしたキャシャーンっていうのもあるけど、やっぱ僕はアニメのキャシャーンすごく好きなんだよね。あれは本当スタイリッシュでかっこいいなと思うし、だから そういった意味ではもうタツノコは70年代で
もういいもの出し尽くしちゃったってことでいいんじゃないかなと思います。あ、デンジャラスボーイだから D ボーイはちょっとうんとなった。まあでも僕も最近、僕本当あのファッションでさ、まあだいぶもう何十年も前に流行ったファッションで BK っていうファッションが流行ってさ、で僕 BK という言葉を知らなかったんですよ、つい最近まで。BK ってブラック系の B なのねと思ってさ、あ、まあ日本人ってそんな変な略し方するよなと思ったんで、別に D ボーイでもいいのかなと思いました。あの何でも略すね。そのあとみんなの馴染みのあるので言うとチャリ、自転車って言えよって思うからさ、自転車というもしくはバイシクルというその専用の名前があるのに、なぜみんなチャリで来たとかさ、チャリ通とかさ、あのそのチャリっていうのはチャリンコから来てんだけど、そのなんで自転車をチャリンコっていうのかっていうさ、自転車って言えばいいじゃんわかる。でもまあそれは言うとドラクエをドラゴンクエストってちゃんと言えとかね、 FF をファイナルファンタジーってちゃんと言えってことでもあるんだけど、その俗称つけんのみんな好きなんだよ。そういう民族なんですよ日本は。特にあの正式名称があるのに縮めたがったりとかね、木村拓哉って言えよっていうね、キムタクってなんで略すんだっていうね、証券ってなんで略すんだっていうことだと思います。まあムテキングに関しては僕もいろいろ話したいというか文句はあるんですが、もう見る気がなくなるっていうか、再放送は一緒にその東京 MXTV でムテキングの再放送やってんのね、あのセレクト再放送なんだけど、あっちは全然面白く見れるんだあ、当時は本当にいろいろポロリとかしてもよかった時代なんだとか思いながら、そのムテキングを懐かしいなって思って見れるんだけど、新しいの全然見れないんだよ。FF 派とファイファン派があるらしい。だからどっちにしても僕はそのファイナルファンタジーって言えよってことですよ。何でもダークソウルをダクソって略したりとかさ、ダークソウルっていうのを3文字縮めただけで そんなでもないだろうって思ったりとかするので、なんか そんなのがね、おばあさんを BBA っていうのもそうだし、何でもかんでもそうやって縮めて専用の言葉にしてしまう文化が日本にはあるんだと思うんだよね。で止めようがないからしょうがないんですよ。どうかと思うって言われても、まあセンスがないっちゃセンスがないんだろうなと思うんですけど、ちょっと楽しみにしてただけに僕もその令和版ムテキングは乗れないなっていう、音楽も込みで乗れないなと思いますけど、そんな乗れないんだったらビルボードトップ40でも見てりゃいいんだから、あそこに面白い歌歌ってる人、あのね、またアーティストの名前忘れた、ついこの間もその先週か先々週にビルボードトップ40見てて、女の人がそのいわゆるあの用語ティリバリジャージャラリラリラリチャラリララ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 ラっていう、何十年か前に流行った歌があるでしょ、シスターボーイじゃなくてジョジョのスタンドの名前にもなったウーマンガールじゃなくて、4人組の女の子のスパイスガールね、あのスパイスガールっぽい曲調でヒップホップであの歌う女の人がいて、それが面白かった。あのアフリカ系の音楽とあと中東の音楽 と3種類か4種類 そのベースになる音楽があって、それが3分ぐらいの曲の中でめちゃめちゃ切り替わるのね、切り替わるんだけどヒップホップのそのリズムだけは変わらないっていうようなやつで、でその歌のプロモーションに合わせて、その各国で撮ったプロモーションのビデオがこうすごい速さで回転していくっていう、あこれ面白いって思ったんだけど、ごめんなさい、あのアーティストの名前とか全然思い出せなくて、まあそんなんがあるんで、おしゃれなの見たいんだったらそっち見ればいいんじゃないかなと思ったりします。ただもう
ビルボードトップ14もね、たまに知らない音楽をこう見たいなとかいう時はいいんだけど、だいたいあそこでこうメローな黒人のバラードみたいなのがかかったりとかすると、いやそれは求めてないんだよなとか思ったりとか、あもあったりします。まあだから適材適所ですよ。ムテキングに本来、ファンが求めてたものが今のムテキングにはない。そしてその時代を読んだつもりであっても、そのもうテンプレートのキャラクターであるとかね、緑色の髪した主人公であるとか、ああいったものはムテキングにを心待ちにしてる人には刺さらない。だからバカみたいな浜崎あゆみみたいなサングラス、でっかいサングラスかけてるキャラが出るとかさ、そういうのを期待してるわけだよね。その他でも見れるようなキャラクターがそこにいても意味はないわけで、それは昔のタツノコでもそのドロンジョ様のデザインはタツノコでしか見れないわけで、やっぱドロンジョはすごいなと思う。今見てもドロンジョのデザインは本当にすごいなと思うんだ。あれ子供向けに出してて、声が昔ののび太の声の人がやってたんだろうと思ったりとかするのも含めて、アラホラサスさえ含めて、あれは本当大パーツだなと思いますね。うん、あしかもペロリする、そう3回に1回ぐらいおっぱいポロリするんだよね。もう含めてさ、やっぱその ドロンジョのデザインは、そのあ今日エヴァーガーデンで終わろうと思ったんだけど、そのいかにもこういけないことをしてる感じのこうね、でここに顔だけ出てて、こういうデザインなわけですけど、これはねまるでこう蝶の羽のマスクをつけたいけないパーティーのやつっぽかったりもするでしょ。こうね、なんかこうつけて。いけないパーティーで顔隠すやつとか、バットマンのキャットウーマンドロンジョを参考にしなかったとは言わせない。どうなんだろう、キャットウーマンに関しては分かんない。何ハルベリー版、それよりもっと前のティム・バートン版ですか。ティム・バートンのキャットウーマンはとりあえず縫い目が分かる感じの、あのフランケンシュタインっぽさがすごいなと思いましたけど、ハルベリー版はひどいね。まあまあ、まあ、ドロンジョは本当すごいなと思う。そういうのはもうないんでしょ、タツノコに残ってないんでしょ、そのきらめく才能を持った人は。きらめく才能の人は本当独立をして、元タツノコのスタッフというので、今世界にゲームじゃないアニメを発信しているのではないかなと思います。エヴァーガーデンの話をしようとしたけどムテキングの話になってしまいましたが、まあバイオレットエヴァーガーデン、このあと1時間ぐらいで、出ると思います。まあこれを見てその、まあ、悪いアニメではないので、その、ね、その僕はその金曜ロードショーでアニメをやるという中で、そのおなじみのジブリとおなじみのディズニーしかやらないのではなくて、話題になったりとかいうアニメ、もしくはその例えば金曜ロードショーで僕は大昔ですよ、オネアミスの翼が公開、あの金曜ロードショーでやった時にびっくりしたんだから、その金曜ロードショーってもうね、その半年に1回トラさんやってさ、あとはその洋画のホラーみたいな安いやつをやって、でたまに大作のスターウォーズみたいなのを、こうお金かけて、日本テレビが、独自でこう吹き替え入れて、どうですかっていう風なのを出すっていうのが当時の金曜ロードショーで、その中にアニメが入るっていうことだけでも異例だった時に、水野晴郎がまだ生きてる時ですよ、オネアミスの翼紹介されたんだよね。あれがすごい。で その時にだからね、ガイナックスというさ、
大学出たてのトップ集団、トップアニメーター集団としてこう鳴り物入りで入ってきたやつで、音楽にほら博士YMO の博士出てこねえよ、教授ごめん、とかな、ね、どうですかご覧くださいって言った時に、で僕はオネアミスの翼実は劇場公開で見てなくて金曜ロードショーで見た。でその金曜ロードショーで1回しか放送されてないんだけど、そこでオネアミス知ったって人は結構多くて、僕はそこが素晴らしいなと思う。その新しいアニメとの出会いという意味でバイオレットエヴァーガーデンをテレ東が放送してたバイオレットエヴァーガーデンですが、劇場公開とかいろいろ合わせて日テレが金曜ロードショーでそのみんなが知らない、一部の人は知ってるけど一般的にまだ知られてないバイオレットエヴァーガーデンというのを今夜やるというのは、まあある意味いいのかなと思ったりします。僕は面白いと思わないんだけど、でも綺麗なアニメではあるし、これを見てその感動したとか、こんな作品が作りたいからバイオレットエヴァーガーデンを見て私はアニメーターを目指しましたとか、私は漫画家を目指しましたとかっていう人が出るきっかけとして、その装置として今日放送される特別編集版というのはいいのではないかなと思ったりします。ルパン三世のアンケート取って3話か4話ルパン三世のテレビシリーズやるよりはいいんじゃないかなと思ったりします。夏はちゃんとスプラッターホラーやれと常々思う。それは無理でしょう。あの若者の凶悪犯罪がそういうスプラッターとかを見たせいだっていうので表現規制としてそのやっちゃいけないことは描けないっていう世界になったので、20年か30年かけて、スプラッターホラーはないんじゃないかな。僕もそのロードショー系でバタリアンとかやったりとかするの怖え怖えと思ったりとか、13日の金曜日テレビでやるときとか怖え怖えと思いましたけど、だからもう割とゆるゆるになりましたけど、一時期本当にホラー系の映画はテレビから締め出された時代があるからね、2000年ぐらいにからずっとそうだけど、その僕逆に言うとそれは追い出したりするんだけど、徐々にちょっとずつ夜中の深夜枠とかでホラーとかやり始めるの。リングとかから、とりあえず和製のリングあたりから始めて、だんだんこう悪魔の毒々モンスター的なものに移行していく感じとかね、僕あれが僕逆に嫌なの。取り締まるならちゃんと取り締まってくださいと。僕らは然るべき見れるところで見ますんで、だけどなんかテレビってそういうななところがあるから、そのリメイク版ドーン・オブ・ザ・デッドがテレビ放送で再開された時に僕はもう絶望したんですよ。これやるんだったら他のやつやっていいだろうと思うぐらいの、あれは本当なんだろうね、良くないなと思いますね。まあでもどうなんだろう、多分そのスプラッターが見れないとかけしからんっていうのは、ガンダムの絵柄が古いから見れないって言ってるのとなんか同じラインのような気がする。自分の理解のできなさを棚に上げてこれが面白くないとか絵が古いって言ってるような気もいたします。というわけで長々と話してしまいましたが、バイオレットちゃんこれ以上書き込むつもりもないのでこれで完成でございますが、この子本当に何も知らない子だから温かく見守って、だからそういう意味ではこういうできない子を温かく見守るアニメとしては優しくなれるのかな、みんな、なちょっと寛容になれるのかもしれないね。お疲れ様です、ありがとうございます。グレンダイザーから始まってエヴァーガーデンで終わるという打線もいろいろしましたけど、まあそんな感じです。じゃあ今日書いた1枚を全部まとめますか。結構書いたよ、すごいね。なかなか配信でここまで書く
ここまでいろんなもの描くのは色付きで描くの珍しいですからね。よっぽどグレンダイザーも嬉しかったんだろうね。いやもう本当はいろいろ長い号の系譜であるとかデビルマンに派生したりとかいう話も考えてたんですけど、まあ、もう楽しみですという言葉以上に、勝るものはないね。あと本当ザブングルとダグラムをぜひ日本のバンダイは、だからそのザブングルのゲームと一緒にもう一回そのセットでプラモとかHG 版プラモとか作ればいいでしょうよって思ったりとかイライラします。絶対赤字になるんだろうな。終わります。お疲れじゃん。お疲れじゃん。